ようやく揃ってたな、お前たち。これから始める特訓は、個を鍛える力だ。鍛える特訓だ。個を鍛える。確かに、本田圭佑とかもね、個が大事とか言ってますからね。ルーララ、そう、より強いチームになるためには、チームの一人一人が自分の技にさらに磨きをかける必要があるのさ。つまり、亀山くん、君にはディフェンダーのこの場所が、みーっち特訓するということだよ。うん、むさ苦しいっす。むさ苦しい。そして、坊主。お前はキーパーを極める特訓だ。キーパーを極める。そう、お前はすでに最強のキーパー技、マジンザ・ハンドを覚えた。さらに磨きをかけるには、最強のシュート技を受け止めるしかない。最強のシュート技？それって、まさか。そう、遠藤監督の最強のシュート技、稲妻ブレイク。今から俺たちが、お前にぶち込んでやる。見事、受け止めてみな。ああ、こいつらも使えるんだ。え？欧米たちが、稲妻ブレイクを？ルーララ。ふっ、坊主たちに使える技を、俺たちが覚えられないとでも思ったのかい？さあ、受けてみろ。これが伝説と呼ばれた、わしらが放つ、稲妻ブレイクだ。うわぁ、強そう。おぉ、かっこいい。お、しかも響きが押すんだ。稲妻ブレイク！うわぁ、強そう。痛いよ、これは。この稲妻ブレイクを受け止めることができれば、木戸川のシュートだって、くっ！遠藤くん？畜生。今になって、木戸川抜けた傷が。マジかよ。ダメだ。あれじゃ、受け止めきれない。いや、こんな喋ってる間にもう、ゴール決まってんじゃないですか？遠藤くん、避けて。いやだ。絶対に、受け止める。やばいでやんす。キャプテンが、やられちまう。キャプテン、今助けるっす。お。これは？おお、めっちゃ回転した。おお。すごいね。止めたし。う、受け止めた。やった受け止めたぞ。やったでやんすね、キャプテン。三人で力を合わせたおかげっす。よくやったな。あそこで必殺技を生み出すとは大したものだ。まあ、でもそんな急に駆けつけれるのかな？試合の時とかさ。まあ、判断にはなんないからさ、遠藤を抑えてるから、他の二人は。三人のディフェンス。トリプルディフェンスってとこだな。そのまんまじゃねえか、カズマル。トリプルディフェンス。そうだ。これはじいちゃんが残した必殺技じゃない。俺たちが生み出した新しい必殺技なんだ。俺たちというか、壁山と栗松なんだけどね。キャプテン、忘れないうちにノートに残しておくといいっすよ。ああ、そうだな。このノート、名付けて。ライモンの凄技特訓ノートだ。センスのなさは、おじいさんに似たでやんすね。ね。すごいな、今の技。俺にもやらせてくれよ。あ、カズマもできんのかな。あ、今の技について、取材させてください。よかった。遠藤くん、元気になったみたい。そうね。全く世話の焼ける人だわ。ねえ、夏美さん。あの時、鉄塔で、一体何をお話ししてたの？見てたの？あなた。うん、なんでもないの。ごめんなさい。逃げた。よし、みんなで特訓だ。絶対に、木戸川に勝つぞ。おー。よし。大人すぐ横にいるけど。いやー、これは木戸さん。やきもち焼いてんのかな？よかったね、遠藤くん。もう一人じゃないんだね。本当によかった。それなのに、私、どうして寂しいなんて感じてるんだろう。遠藤くん。嫉妬かな？よっしゃ、明日はついに、木戸川との準決勝だ。今日も練習頑張ろうぜ。おー。ご遠慮も行くよな、練習。ああ。あ、待って、遠藤くん。どうした？あのね、練習が終わったら、部室に寄ってくれる？
明日の準備手伝ってほしいの。ああ、わかったよ。よろしくね。それじゃ、練習頑張ってね。練習が終わったら君に話しかけよう。これはもういきなり話しかけて大丈夫系かな。よう、あずま。せやな。この子かわいいよね、大谷さん。大谷さんかわいいよね。あ、通してくれない。このメンバーは固定かな？別に固定ではないか。じゃあレベルが低いやつを中心に。いや、でももっと、いい加減、木戸川もさ、レベル40とかになってそうだから、鍛えないとな。一回練習試合全然やってないからね、最近。まあ、それは後で動画外で、やっとくとして。さあ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 。これはもう練習も何もないけど。練習も何もないけどさ、これはもう、行っていいんだよね。多分、昨日のところに。上にも練習終わったら昨日に話しかけようってあるしさ、別にね、練習なんて、特にないし。あ、もう行っていい系か。あ、任せて。じゃあ、あ、ですよね。逆転満塁ホームラン。逆転満塁ホームラン。すっごいどんでん返したな。よーし、じゃあ行くぜ。行け、月村。月村じゃなかった。まあいいや、月村。行け。じゃあ、コンドルダイブ行ってみようか。コンドルダイブドーン。アイドル野球部。うわ、アイドル野球部。野球部アイドルなんだ。どうだ？月村かっこいいね。バトル勝利。いいね。よーし！じゃあ、昨日に話しかけるか。の前に引き抜きとかどうなってんの？あー、ごめんなさいごめんなさい。ごめんなさいごめんなさい。俺が悪かった。遠藤くん、今日の練習はもう終わりでいいの？練習何もしてないけどもういいよね、別に。だって、これだったら親善試合もできないじゃん。練習試合か。親善試合じゃなくて。よし！練習はバッチリだな。バッチリじゃないんですけど。これで、向方三兄弟のトライアングル Z も怖くないぜ。ふーん、自信たっぷりじゃん。わー、わー。データ。データ、またお前か。まさる。あ、でも一人じゃん。一人ならコテンパンにできんじゃないの？お前、何しに来たんだ？安心しろよ。今日は嫌味を言いに来たんじゃない。ただ、ゴエンジ、試合の前に、お前に言っておきたいことがあったな。ゴエンジ、お前がサッカーをやめたとか、つまらないこと言ってる間、俺たちは必死で練習した。全国で優勝するために、トライアングル Z だって、編み出した。今は、お前にだって、絶対に負けない。お前がなくても、木戸川は、この向かった三兄弟がいるってこと。見せてやる。まさる。じゃあな、試合で会おう。明日は逃げるなよ。ああ。ああ、また別室に。ついにこの日が来たな。見てろよ、向方三兄弟。しかもみんな勢揃いしてんじゃん。珍しくメンバーが。今度こそ、シュートを受け止めてやるぜ。それじゃあみんな、出発できる？あれ？キドウくんは？ほんとはキドウがいない。ん？なるほど。ご苦労だった。何してんだ？今のは帝国学園の人だよね。キドウ、今のは帝国の何か用だったのか？ふっ、すぐにわかるさ。遠藤くん、そろそろ時間だよ。駅に行きましょう。駅に行こうの前に、もう、まだね、レベルがみんな低いんで、今回は試合はまだやんないときます。キルガー選手の3球団にどんな人勝っても、トリプルディフェンスが出れば絶対負けないわよね。さあ、駅に向かいましょう。みんなで力を合わせれば、キルガーも怖くないでやんす。そうかな。
なんですけど、ちょっと病院へ今回行きたいなと思います。病院にね、ちょっと。出たテニス部。スマッシュテニス部。大乱闘スマッシュテニス部。裏へ抜け出せるか。うわ、やばい。ダメか。おっと、裏を捉えた。キャッチ。よし、オッケー。さあ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 、どもん行け。ほい。行け。じゃあ、今度はファントムシュート行きますか。コンドルダイブったんでね。ファントムシュート。かっこいい。タフネスブロック。よし、いいね。よっしゃあ。てん。さあ、とりあえず病院にね、先に行きますか。あ、来た。やっぱり。ドクター?お久しぶりです。おや、君は、ドモン?あ、悪い。この人は、俺とアキがアメリカにいた時に、サッカーチームで世話になってたドクターなんだ。へえ、日本に来てるんだ。ドクターはいつ日本に戻って?これ、そのカルテに書いている名前、石ノ瀬、和也?石ノ瀬って?石ノ瀬は、俺とアキがまだアメリカにいた時に、同じサッカーチームにいた仲間なんだ。以前も動画内でなんか、ドモンとキノが言ってましたね。フィールドの魔術師って呼ばれていたくらい、すごいミッドフィールダーで、遠藤さんにいてサッカーが大好きな、とても熱いやつだった。でも犬を助けるために事故にあって死んじゃったんだよね、確か。でもある日。おっと。ここはアメリカの病院か。本当なんですか?一ノ瀬が交通事故にあったって。一ノ瀬くんは彼は大丈夫なんですか?え、確かアニメではさ、だから、ドモンと一ノ瀬と、昨日が三人で ずっとサッカー続けようねって話してたんですよ。そしたら、犬が飛び出してきて、それが車に引かれそうになっちゃって、一ノ瀬が危ないって言って犬を助けに飛び出たんですよ。そしてそのまま車に轢かれたって話だったと思います。アニメではね。君たち、一ノ瀬くんは、もう、いやー!秋、しっかりするんだ!秋!いや、小学生にこれは重いもん。だって。そんなことがあったのか。あったらしいっす。ドクター。教えてくれ。どうして、一ノ瀬のカルテが、ここにあるんですか?もう、いいですよ、先生。お!今見えたぞ、少し。来たー。お!お前!一ノ瀬!久しぶりだな、ドモン。かっこいいな、一ノ瀬。一ノ瀬!はっはっは。なんだよ、お前!生きてたのか?いや、でも、どうして?アメリカンジョークさ。ドクターに頼んだんだ。俺は死んだことにしてくれって。なんでや?先生、はっきり言ってください。俺はもう、サッカーできないんでしょ?何を言うんだね?そんなことは。わかるんです。俺の足、もう前みたいには動かないだろうって。俺たち、一ノ瀬和也の友達です。看護師さん、あいつの容態はどうなんですか?助かりますよね。大丈夫ですよね。
落ち着いてください。今先生が見ていますので。アキ、ドモン。先生、頼みます。俺は死んだと、あいつらに伝えてください。こんな俺の姿、二人には見られたくない。しかし、お願いします、先生。いやでもよく今まで隠せたな。親とか、どうだったんだと。わかった。わかった。そんな簡単にわかっていいのか。先生、そんな簡単にわかっちゃダメでしょ、あんた。先生がかわいそう。先生かわいそう。うわぁ、痛そう。足傷ってる。くっ！大丈夫なん？先生！ドクター！本当なんですか？一ノ瀬が交通事故になったって。一ノ瀬くんは彼は大丈夫なんですか？あ、今度は先生視点ってわけか。君たち、一ノ瀬くんはもう、いやー！秋！しっかりするんだ！アキ！ああ、これを聞いてたと、一ノ瀬は。うわあ。みんな辛そう。一ノ瀬も、ドモンも、キノも、辛そうだし、先生が一番辛いと思う。アキ、ドモン、ごめん。そうだったのか。でも、俺はやっぱり、サッカーを諦めきれなかった。日本に帰ってからも、毎日、必死になって、リハビリを続けたんだ。そして、今日、退院するところさ。この病院にいたんかーい。ライモン中のすぐ横じゃないかーい。何回か病院来てるじゃないかーい。おなんで気づかなかったんだ。え、じゃあ、もしかして、ああ、フィールドの魔術師と呼ばれた天才ミッドフィルダー。この俺、一ノ瀬和也の完全復活さ。一ノ瀬。遠藤さん、頼むよ。一ノ瀬を俺たちの仲間にできないかな。また一緒にサッカーやりたいんだ。いや、でも、転校してこないとね、ライモンちゃんに。自分たちで決めるわけじゃ。ああ、もちろん大歓迎さ。俺はキャプテンの遠藤だ。これから一緒にサッカーやろうぜ。よろしく頼むぜ、キャプテン。よし！一ノ瀬が仲間になった。これで木戸川戦も楽になる。やったね。いやー、やった。レベル40強い。よっしゃー、一ノ瀬仲間になりました。入れるぞ、仲間に、早速メンバーに入れるぞ。ほら、一ノ瀬40。一ノ瀬和也。昨日秋のアメリカでの友人、命を落としたと言われていたが、生きてました。わー、一ノ瀬嬉しいなー。じゃあ、これは入れるか、待って、噛んだ。入れ替えるか。どうしよう、誰に変えよう。少林。いや、ハンダ、正直、ハンダは中途半端だからな。かっこいいけど。少林変えましょう。リチノシをメンバーに入れて、先日試合。リチノシはもちろんね、もちろんリチノシは、待て。遠藤の控えゴールキーパーがいない。いや、それは後でやるか。いや、ハンダに変えて、一ノ瀬しよう。一ノ瀬、で、草薙、口一ノ瀬。これよくない？この、ポジション、ほら。ソミオカイン、ゴーエンジのツートップで、後ろに、攻撃的ミッドフィルダーに、一ノ瀬和也と、草薙健。で、ボランチに、軌道と、マックスも正直変えたいな。まあこんな感じかな。まあこんな感じでしょう。よし。いやー、よかった。よかった。一ノ瀬が仲間になった。よかった。はい、これはね、この、木戸川選手との試合の日以降、病院に行くと、なんか、仲間になってくれるそうです。一ノ瀬が。いやー、でも感動する話でしたね。よかった。早速ちょっと昨日に店に行きたいけど、見せれるかな？知っておるやつだめ、ついてくれるか、勝負したでよ。何上から目線。俊足陸上部。へい。コンドルダイブ。
フー。いやー、土村かっこいいわ。何回も言ってるけど。よっしゃ。てん。バトル勝利。さてさて。これは、昨日に見に行けれるかな？一ノ瀬を。一ノ瀬、仲間になったよ。一ノ瀬なんてどうでもいいのかな？待って、一ノ瀬をメンバーに入れよう。メンバーに入れて話すと、一ノ瀬くんみたいになんないかな？はい。ダメだ。昨日はもう一ノ瀬のことどうでもいいのかな？感動再会はしてくれないのかな？こいつらは。悲しいなぁ。そういえば、一ノ瀬の技はどうなってんだろう。技見てみるか。いやぁ、こっち、控えた。ドモン、風間、クレムス、マックス、コインジ。いた！スピニングシュート、スピニングカット、イリュージョンボール。まあ、いいね。なんか覚えさせるかな。あ、いっぱいある。そら、何がない。あ、でも一通り覚えてんじゃん。悩むね。技、シュート技をもう一つ覚えさせて。ドリブル技も、分身フェイント。よし、オッケー。これでいいや。よし。じゃあ、一気に行きましょう。まだ試合は行かないけど、もしかしたら一気に行くまでにイベントがあるかも、わからない。軌道が言ってることって何なんだろうね。それも気になるな。軌道何言ってんだ。え？ベルリン。名前がすごい。ベルリンだってほら。ベルリン。ベルリンの壁みたいなディフェンスかな？はっ！やばい！ベルリンの壁だ！やばい！ベルリンの壁だ！やばい！やばい！いける！キャッチ！オッケー！ナイスキャッチ！さあ、いけ！おっと。ほい！腕！これはちょっと、ベルリンだから、ベルリンの壁が、相当高いから、神隠し！行け。よし。いや、お前もタフネスブロックか、ベルリンよ。うわ！ベルリンの壁、強い！やばい！よし！ナイス！撃て！ファントムシュート！そんな急にベルリンの壁はね、作れないと思うんで。待ってか！タフネスブロック。うわ！やばい！ベルリンの壁強い！行け、エンド行け、エンド！うわぁ、何やってんの？タックル。やばい。ジグザグスパーク。スライディング！オッケー！やばい、時間がない！行け、月村。ほい！うわ！ああ！打てばよかった、今。引きつけて、折り返して、壁山をフリーで打たせようと思ったけど、ダメでした。とりあえず駅に行こう。軌道が言ってたことは何なのかすごい気になる。ああ、駅では何なのか。あ、駅着いちゃいました。じゃあ今回はこの辺でね、終わりにしたいと思います。今回特に進んでないね。では、ご視聴ありがとうございました。次回、木戸川選手との準決勝、挑みたいと思います。では、また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。